厚田神宮を訪れたのは辰波監督をはじめ新選手会長柳雄也投手や WBC でも活躍した高橋博人投手ら33人です人数制限なしの必勝祈願は4年ぶりで選手らはドラゴンズブルーの空の下お祓いを受けましたその後辰波監督と柳投手が玉串を奉納し12年ぶりの優勝を祈願しましたここから出発すると いう意味では全員でまあこのようにお参りできたことはまあ非常にありがたく思ってます。選手ここがしっかりとまあ勝つためにやってくれると信じてますのでまあ十分あのね優勝を狙えるチャンスはあるのかなと。ドラゴンズは今週金曜日東京ドームでジャイアンツとの開幕戦に臨みます。